のブランカ。さあこれ最後の、まあ最後っていうか勝負戦です。大会終わった後の勝負戦、前と同じで陽介対とっちゃん。最近陽介さん、おお、ローリングヒットして、スラップスラップ、相打ち。おカウンターヒットだったり繋がったね、いいね。あのカウンターヒットから繋がるのに、繋がるんで、前に坊ちゃんが異議を申し立てたんです。あれエビボン間違ってますよねって、しゃがみ中盤の発生。壊しカウンターからだったら、あの発生だったらしゃがみ中盤が繋がないはずなんですけど、みたいなことを言われた気がします。発動したが発動したがさあ、ARL は今日は全て駆逐されてしまうんでしょうか。消防戦でさえテーブルの勝利になるんでしょうかね。めくりから春風客、中春風でジャストをさせない。ブランカ桜ね、 K ブラ桜はまだ他のブランカよりやりやすいのか。あ、 A ブラだったら、でも A ブラか。ダイレクト反撃はないんでね。スライディングヒット徹底的にオリコンの距離からは離れる。ジャスト取ってしゃがみ巨パン まあ最後バラガキみたいな感じでサプライズバックしましたが、まああれはあれで有効なんで、まあ理由があるんですよね。画面外すサプライズバックだと空中ヒットするんで、強パンが画面中央だとあそこで空振りして長剣だったらきっちり重なるんですけど、つながって奥攻めキャノスパイ。おお、空中戦はさくらの勝利で、お投げが通る、怒ってジャスト強パンこすってスパイラルから長剣リバースシャフトブレイカー、傘当たりヒット、キャノサイ、しかし前転で回避。分かってましたけど、まあそこ2択なんでね、技重ねるか前転するか。条件投げる、やはりケーグル戦のケーグルの、あれ戦の肝はさくら。あー惜しかったな、さっき高めの飛びが通った時にね。はい、こげー、あ、しかしミスったが何なのっていう感じのスタイルです。戦闘客通して、すいません、ピヨったらまだいけるのかな、これピヨってよ、まだ死なんからね、多分死ぬか。これゲージ溜まる？あ、バカ、まだブランカのゲージがないのが低い。あー痛い、いつものやってるはずのダウン回避対策ができていなかった。これ無理でしょですよねまあなんというか YSK さんっていうかさくら系あれ本当ですね。ケイクル戦今更ですけど、正午戦2戦目で先ほど勝ったのは YSK、 ここでボッチャは勝たないと後がない。先ほども先鋒戦までは良かったんですが、やはり中堅桜でねまくられてしまいましたね。あーっと、あれは運の悪い当たり方、足場へ通って電気裏からガード重ねて、あー止めない、ダイレクトはためが完成していなかったんですかね、出ませんでした。最後ブラッシャーで反撃、ジャックキックでブッシュバスタータイプを防止すると。発動ジャストから削りに来たベガー、しかし割れませんでしたね。タチチューパー当たらなかった、投げ
お互いの大ゲージが点滅しているという。いやー、アグレッシブですね、2人とも。さあ、ここで先ほど鬼門だったさくら。まあ、よく見ると、ジャストができない。投げて、ゲージが溜まった。旋風脚、投げば投げ抜け。さあ、ブラッカーが怒ったのでここぞとばかりに前へ出る。さくらはできればこのゲージは使いたくない。まあ、ぶっ放してたが OK。 発動した、発動しましたね、たまらず発動。まあ、しかしさくらゲージは体力まだあるんで、ゲージも一回食べられますね。よっぽどキャミーが試合を壊しに行かない限り。相打ち、アームミガード間に合ってしまう。対空しっかり落として、あ、スパイラル相打ち。春風の単発ダメージだとね、スパイラルの方が対空。キャノンスパイクしっかり出ている。あ、飛び読んでるキャノンスパイク。お、対空見えてますね。お前ら対空チーや。ロックオンスピードライブスマッシャー。なんというか、壮絶な殴り合いでしたね。これは逆に辛くなりましたね、ワインスケさん。スパイラル、ジャスト、強足、上からかぶして、ダイヤシ相打ち、これは辛い。ダイヤシ、スパイラル、めり込んだ、発動して殺しに行く。まあ、めんどくさいですからね。この状況で何鍋プレイするんでしょうね、この人。さあ、ブランカジャックバーチカルタイク。おー、ギリギリアパカが間に合う。表ガード裏打ちかな、ローリングタイム。本来あの球はね、突進技防止で打つようなもんなんですけど、カウンターヒットからのアパカで割り込む。お前ら激しいね。今のジャンプジューパンいいですね。あー、すかしげた。しかもゲージがない。アパカ打つんかい。この状況はもう運ゲーですね、多分。今多分ジャックローリングかなんか出したんですかね、おそらくは。まあ、ただ個人的には俺に時間がない。じゃあ梅田。ただランバトじゃねえや。総合戦最終戦、先ほどはアグレッシブにボッチャが殺しに行ったんですが、まあ、ケーグルがエーグルに勝って多分そういうことなんです。サプライズバックから対策してるな。ジャンプジューパーヘルアタックから画面端にジャックヒットして、ゲージ止まらない。2位ヒットして逃げる。さあ、ゲージなくなる。ジャストからジャックパンチ。一歩間違えば食らってますけどね。さあ、ガークラゲージが割れ、点滅、対空最高。投げ、裏に回ったよ、投げ場に重ねて発動。今度は食らわない。最高。投げ、今絶対全キャンミスりましたよね。まあ、先方戦は先ほどからね、ボツちゃんが制してはいるんですが、ジャックキックでめくれた。
てかさくらのジャンプジャックキックとかなんか久しぶりに見た気がする。お、ヒット確認ですかね、今状況確認かな。超剣ケースで来て、うん、これはさすがに YSK が有利です。 This battle is about to explode. 相打ち、ゲージがあるので前に進められないキャミ。あ、しかしキャノンスパイク超剣オフ攻め。さあ、ぶっぱ警戒でバックジャンプ発動。あ、出ない、さすがに出ない。割れそうだが割れない。ジャストからダイダイダイ、まあ、お、投げて投げて。あー、削れなかった。先に安定させに行ったが、さくら体力あんまりないんで、多分サガットの強攻撃一発で死ぬ感じですね。そうですね、これは坊ちゃんはね、さくらにゲージを貯めさせないたくないんですが、うかつに飛び込むと無駄にダメージ食らってしまいそうなので。あれは何読み、何読みの投げ回りではなかった。さあ、徐々にゲージが溜まっていくさくら。ああ、なんかこう、これ下がった使ってるが相当イライラしますね。徐々に徐々にゲージが、ゲージが割れそうだが、触った。あー、危ねえ、セーフセーフ。あれ、ゲージ使われてガードするのとそれ全然違いますからね、運命の差なんで。しかし長距離は、おー、間に合った、オリコンミスった、オリコンミスった。さすがに YSK も焦ったが足払い、全キャンが乗っていない、無敵は乗っていないが、今度はしっかり落とす。相打ちでも OK。 さあ、 YSK が前に出ない。もう坊ちゃんはこれどうなんですか、落とすしかな、足払い、あー、一発がもうつらい。これちょい食らってもまだね、ブランカ有利なんでね、体力が食らったらゲージ溜まっちゃうんで、どうしようもないといえば大丈夫ないですけど。撃つしかない。さあ、画面端から逃げて、これはバンジー級っすか。おっと、ワンチャン来たか、これ。あーっと、ダウン回避対策が勝ったのは YSK。 というわけで、称号は